ラジオを聴いている皆、待たせたな。ここからは、第8回ファンクラブバトル優勝記念、アスタロトのゆるゆる一人語りの時間だ。進行は私、アスタロトでお送りさせてもらう。皆、今日はよろしく頼むぞ。さて、まずはじめに。ファンクラブバトルに参加してくれたことに、 感謝を述べよう。第8回も皆が声援を送ってくれたおかげで大いに盛り上がった。笑顔にあふれたファンクラブバトルになって嬉しいぞ。それから参加してくれた皆はよく頑張った。さて、まずは何から話そうか。話題が多すぎて困ってしまうな。 今、ディレクターから質問が来ていると教えてもらったぞ。なになにお祭り開催期間は出店が出ていたそうですが、野菜は売っていたのですか、と。<laughs> もちろん販売していたぞ。こういう祭りごとではよく露店が出ているだろう。私たちも採れたての野菜や、 その野菜を使ったスープや軽食を用意していたんだ。ただ、私はファンクラブバトルの方に参加していたのでな。祭りが始まる前に、領民と共に出張店舗を組み立てはしたが、開催期間中に店を直接手伝うことはあまりできなかった。しかし、販売していた野菜や、 作った食事を嬉しそうに買っていってくれた様子は民から定期的に聞いていたぞ。自らが手塩にかけて育て、大切に愛情を込めて育てた野菜のことをそう言ってもらえると自分が褒められるより嬉しいものだ。そうだな。きっと今回の優勝はそれと同じことなのだろう。私は 長く続くファンクラブバトルで、ゆっくりと順位を上げ、そして優勝することができた。それはまるで、種を植えた土に水をやり、肥料を与えて育てることに似ている。私も、皆に応援という手間暇と愛情をもらったことで、こうして、優勝という実を実らせることができたというわけだ。 はああ感謝の気持ちで胸がいっぱいだ。私が出荷してきた野菜も、このような気持ちだったのかもしれないな。今日のラジオは、参加したみんなをねぎらい、感謝を伝える場。時間が許す限り、付き合ってくれると嬉しい。さて、次は、 ファンクラブバトルの様子を振り返るとしよう。ディレクターからバトル中の様子をまとめた資料をもらっている。読み上げながら、私もあの時の興奮を思い出すとしよう。第8回ファンクラブバトルは、多くの打天使が混戦模様を見せると予想されていた。その予想通り、フェンリル、マステマ、アスタロト、 クロセルといった面々による一位争いとなった。そうだな。第七回の終わりからずっと次回は混戦になると言われていた。それほどまでに票差が拮抗していたのだ。皆順調に順位をこれまで上げてきた者たち。強敵ではあったが、彼女たちに並ぶ自分が誇らしくもあった。 優勝が決まった時は、皆が良かったねと握手をしてくれた。<laughs> マステマは緊張が解けていなかったのか、小さく震えていてな。みんなで彼女の背をさすってやっていたことを思い出したぞ。わずかに後続も、ガープ、サトリ、リリス、ヨルムンガンド、バロールらが続くという。 歓喜の大行進。そんな史上最大級の混戦模様となった第8回ファンクラブバトル。投票期間が終わるギリギリまで票差が離れず、最後は領民の思いがアスタロトに伝わった結末となった。最後の最後まで気が抜けない緊張感のある戦いだった。だが、 その分大いに盛り上がったことは間違いない。優勝が決まるまでは、私も領民も祈るような思いだったが、結果発表では、私も思わず小さくガッツポーズをしてしまうほど嬉しかったな。優勝争い以外も大接戦であった。ラッキーセブン賞は最終的に6位リリスと7位バロールの差は、 わずか90票。バロールの二度目の入賞となった。バロールが喜んでいたぞ。これは運命が導きし、何、うん、と言っていたかな。難しい言葉が多かったので、正確には思い出せないな。すまない。しかし、喜んでいたことは確かだ。 彼女を応援してくれていた皆に、彼女の感謝が伝わりますように。ポテンシャル賞でも、1位カーバンクル、2位ケットシンの差は、投票終了直前計測時点で2ポイント差だったが、ギリギリで突き放した結果となった。ますます混戦模様が目されるファンクラブバトル。次戦も、 熱い戦いになること間違いなしの結果であった。<laughs> これは次のファンクラブバトルも見応えがあるものになるに違いない。皆、応援したい人を全力で応援してくれると嬉しいぞ。うん。優勝できた時の気持ち、か。 嬉しい気持ちはもちろんあったが、同時に安堵をしたものだ。なぜかと私はファンクラブバトルの初期から参加している。その時から私は多くの人に応援されてきた。その身としては自分を応援してくれる皆の気持ちに、今回やっと応えられた安堵が大きい。 もちろん、優勝した友人は心から祝ってきたぞ。祭りそのものも楽しんでいた。だが、ここまで自分を応援してくれる人がいるのだから、報いたい気持ちが一番あったのだ。優勝を逃すたびに歯がゆい思いをしたよ。だからこそ、今回優勝できて、本当に嬉しく思っている。 誇らしい気持ちだ。<laughs> そうだ、思い出したぞ。優勝が決まった瞬間、サタナエル・トリニティたちが抱きついてきてな。<laughs> 思わずこけそうになってしまった。お天場でいけないな。後日、優勝おめでとうのパーティーを、領地で開いてもらった。領地で採れた野菜をふんだんに使った食事を、 騎士が作ってくれたんだ。その料理の中には、トリニティとサタンが作ってくれた野菜チップスもあった。いつもはチップスにしない野菜で作った特別製だと言っていてな。どれも本当に美味しかったぞ。最初の頃は焦がしてばかりだったというのに、随分とうまく作るようになったものだ。あとは、 ルシフェルとアイペロスがバーベキューの用意をしてくれた。いつぞや創造主様からリゾートへ行く休暇をいただいた際に二人にご馳走したことがあってな。今回は私たちが作るネット二人が張り切って用意してくれたんだ。自分が焼いて皆に食べてもらうのも楽しかったが、誰かに焼いてもらうと、 格別に美味しいしのだな初めて知ったぞコムディレクターから何やらハガキをもらってしまったぞこれは両 <laughs> 民のほかに応援してくれた人からの質問のようだ 私のことを知りたいとこんなにもハガキが送られてきたことを嬉しく思うそれでは質問を読み上げていくとしよう一つ目の質問一番好きな野菜は何ですかふむ、これほど難しい質問をされるとは心構えができていなくてすまないな 少しだけ時間をくれないかうーん。うーん。う本当にすまない。私にとって野菜は優劣のつけがたい宝物だ。一番を選ぶことはとてもできない。しかし、 思い入れのある野菜は答えられるぞ。トウモロコシ、キャベツ、トマトにナスニンジン、ほうれん草じゃがジャガイモ、ピーマン、キュウリ。<laughs> これは私が打点し、領地に赴いてから初めて領民に食べさせてもらった野菜だ。展開では、 このような食事をする必要がなかったからな。味も食感も、何もかもに驚いたものだった。しかし、あの頃の畑は、今ほど野菜も実っていなかったにもかかわらず、民たちは、私のために野菜を分け与えてくれたのだ。あの恩と感動は、一生忘れない。 それに、今言った野菜は、家庭でよく食べられていると後から聞いてな。だからこそ、そういう皆が当たり前に口にする野菜を作りたいと思ったんだ。<laughs> 一番好きな野菜は答えられないが、これで許してくれるだろうか。二つ目の質問、トリニティたちはどうしていますか サタナイルトリニティか。そうだな。最初の頃は慣れない畑作業に苦戦していたようだが、最近はうまくやっているぞ。時々いたずらはしているが、どれも微笑ましい程度のものだ。作業に疲れた民たにサプライズでお菓子を用意したり、<laughs> つまりは、 いいこと、だな。その分、どこかで暴れているのかもしれないが、あの子たちが真摯に自分たちの夢に向き合って努力していることは間違いない。努力の内容はここでは言えないが、そうだな。その努力が実った時、私はとびきり手塩にかけた野菜で、 彼女たちを祝いたいと思っているよ。三つ目の質問。副官はどんな人ですかよくできる女性だ。祭り事がさっぱりな私に代わって、よくやってくれている。気が利いて賢い、素晴らしい女性だ。む、うん。本来なら、 領主である私が率先してやるべきなのだがな。部屋で書類仕事をするより、私は実際に手や体を動かしていたいのだ。それを彼女が組んでくれる形になっている。一度、皆を導くために畑を離れる覚悟をした私に、あなたは大地に立ってこそ、と言ってくれたのだ。 私がこうして好きに土いじりをできるのは彼女のおかげ。きっと、皆も彼女のことが好きになるぞ。<laughs> 紹介できる日が来たら私の副官を自慢させておくれ。おやディレクターが何やら合図をくれているな。あ もう、時間がないらしい。では、名残惜しいが、これを最後の質問としよう。質問は、いろんな野菜が食べられる料理方法を知りたい。いろいろな野菜か。ならば、スープがいいだろうな。作るのも簡単だから、おすすめだ。 私がよく作るレシピを教えよう。みな、ペンと紙の準備はいいかでは伝えるぞ。まず、好きな野菜を用意してほしい。一応今日伝える材料は、人参、キャベツ、ブロッコリー、ジャガイモ、トマトとしておこうか。 だが、本当に何でもいいのだ。家にある野菜を使ってほしい。そして、それらを一口大に切る。大きさは何でもいいぞ。食べやすければ問題ない。次に、深鍋にオリーブオイルとニンニクを一かけら入れる。弱火でじっくりとオリーブオイルにニンニクの香りを移すんだ。 これでぐっとおいしくなるそこへ食べやすい大きさに切ったトマト以外を入れるある程度火が通ったら最後にトマトを入れてほしいトマトも火が通って形が崩れてきたら鍋の中に水を注いでくれ沸騰した水にコンソメを入れて塩や胡椒で味を調える 最後に家に卵があるなら入れるといいそうすればトマトと卵のゴロゴロ野菜スープの完成だどんな野菜でも大体はこのスープで美味しく食べられると思うぞもしもっと詳しく聞きたいものがいるならば私の領地に来てくれると嬉しい他にも いろいろ野菜を美味しく食べるレシピはあるからな。紹介しよう。おや、もう別れの時間のようだな。あっという間に過ぎてしまった。しかし、感謝を伝えられるいい機会をもらえた。応援してくれた皆。 本当にありがとう。感謝し尽くせないほどだ。私は、これからも畑仕事に精を出し、領民と共に、穏やかで幸せな生活を築いていく。そのために、私は良き漁師であらねばならないと、常に己を戒めているのだが。 こういう場に選ばれるということは、私は良き領主だと思っても良いのだろう。皆の期待と信頼のために、私はこれからも精一杯努力していくつもりだ。あもう本当に時間がないようだ。では、最後にこのラジオを聴いている皆に伝えたいことがある。 今、私たちが世話をしている畑では、秋や冬が旬の野菜が多く育っている。皆に美味しい野菜を届けられるように、一層力を入れている最中だ。だから、この野菜を収穫できたら、食べてほしい。皆が応援し、優勝という実をつけた私のように、 皆に食べてほしいと思って、私が手塩にかけた野菜を届けたいのだ。そして、その野菜が、皆の健康と元気の源になってほしい。<laughs> お互いへの愛で、これからも豊かに生きていこうではないか。さあ、本当にお別れの時間だ。 ラジオを聴いている皆の者、改めて、第8回ファンクラブバトルに参加してくれたこと、感謝する。これからも私たちのことを応援してくれると嬉しい。応援してくれた皆が、明日も明後日も、毎日美味しい野菜を食べられますように。